本当に何が起きてんだこれ。なんかな。マジ。今それ、うん、俺は、しかないと思う。左側で切れる人がマジ、うん、いないんだよな。え、ちなみにこれやばいこと起きてるからねみんな。どうなるかな。クルー臨死の様子。いや、なかなかやらんと思うな、ステファインダーが1キル目、うん、はい、ナイスー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 、よし、肉肉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 、なんかね変わりますよ、ハンバーガーは。なんか肉肉いって。いや、宿舎脇やからな、こいつ。それはそう、怪しい。怪しい。金庫行ってたからね。なんならボタンを押したリンさんの後ろに立ってる。え、そう肉肉肉って言ったそういうこと。こいつ、やすずしの。やっぱ面白いな、やすさんね。クルーしか引けないなマジで。青さんが降りてきた。どうなんだろうな、ダブルキラー、ダブルキルを狙うよな普通に考えたら。白いなその動き。青さん下ってくるよねさすがに。お、いいね。あー、早いのー。じゃないです、左側では見てない、左見てない、見てないけど、アーカイブに結構人いっぱい湧いてたけど、その中にいないから、いなかったと思いますよ。とりあえず僕から、たくやさんがキル取れないって出しておきます。うん、あざます。多分展望じゃないです最終、あ展望でアップロードしてて、ネイロさんも直前で見ているので、はい、ネイロさんもほぼ僕は弾いちゃってます。僕切ればいいんで。ネイロちゃんどこで見てる？たくやさんとキッチンで湧いて、うん、展望でまたたくやさんと会ってて、最初は武器庫まで自分は行けてます。ルーさんとピョン吉さんに白が打てそうで、エレキで、1、2、5、8、9アスタリスクっていうところで、そこが袋工事になってるんですけど、そこに2人向かっていくのを置いてって僕はバイタルの扉を開けてバイタルで終わり。ああ、じゃあ私シャワーから来てるんで、もうエレキ内には絶対死体ないんです、はい、エレキに死体は絶対ないと思います。あ、同じく、うんうん、はい。あ、他の人は宿舎脇金庫でダイヤ磨いてミーティングで配線と奥のタスクってボタン、私アーカイブ生まれでアーカイブでタスクをやってシャワーのタスクをやってシャワーで終わりです。アーカイブの脇の人って出してほしいかも。ヒアル。ヒアルよ、スズリ。あ、ルーも裏返ってきてる。ルーさんも、ルーさんも。はい、いい、ルーさんを見てる。貨物脇います、うん、?OK です。一応貨物脇で貨物から下ってきてバイタルで最後ビビッチさんが切ってるだったら一応成立はするとだけど、その場合は貨物の扉を見てほしいかな今回で、うん、青最終米通路コックピット方面、うん、武器庫上の扉とエンジン右側、エンジンの右、コミュニケーション通路から見て右側とコックピット開けれてないコミュニケーション開けてる、だから3つ開いてるはず、うんうんうん、エンジン脇はいなかったはず。青ぴょん吉ビビッチョ3人、うん、3人ですね。じゃあ僕が左行ってコミュ配線とダウンロードしてる武器これ、うん、じゃあ青さんも厳しそうに聞こえるけどな自分の視点からも、ね、確かに貨物開いた人扉、うん、見たことがいい、開いてるわ、開いてる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 、シャワー聞いてるんだけどこれ、よすしのさんはそれ見てるの？いや見てないで、もうよすず釣ろうぜ、たぶん開いてるから、開いてんの？金庫宿舎下は閉まってたから、なんかしゅねさん難しそうに聞こえるな。宿舎脇じゃないと切れないと思う。しゅねさんは届くかこれ。パン
旦パチッと刺して、あおはい、はい、ありがとうございます。はい、まリンビビチオシオネで貨物の扉見てます。なんちょうどした閉まってます。閉まってる。あー、じゃあビビチオさん切るじゃないです。で、はい、上もう一応閉まってはいましたが、上側のアーカイブラン、それはまあ閉められちゃう。シオネさんのボタンまでの経路どうでしたっけ、ごめんなさい。はい、宿舎前では行って金庫でダイヤタスクミーティング登って配線と、うん、奥の数字入力タスクしてボタン。宿舎脇しおねさんだけ？あ、うん、そうだね。今回宿舎の下の扉だけ閉まってたんで、しおねさん切れる場合はそこに湧いてる以外ない。まあそうですね、うん、だから、うん、そこで湧いてた場合は可能かなって思ってる、うんうんうん、そこしかないかな。アーカイブの扉も見てますけど、左右が閉まってて下だけ開いてる状態です。なので弁当ぐらいになるかな、貨物で湧いてた場合って。ですよね。が湧いてましたっけ？あれも湧いてない？メインホール。メイン湧いてんのこれ？メイン湧いてる？メイン湧いてないのか。メイン湧いてなかったわ。ピョン吉ビビッチとか見てるか見てないかじゃないかな。いや、多分ね、僕の方が先行してるんだけどね、僕は見てないメインホール。ね、まあ、ごめんなさい。気になったのは貨物湧きだったとしたら、なんかどういう動きしたんだろうなと思って、居すぎかなと思ったんで、ノンさん。うん、まあ、そうだね、それはめっちゃ思う。メインだったら開幕エレキ降りるとかになるかな。そうそうそう、そっちの方が考えられるかなと思って。ビビッチョピョンが右走ってるから、シャワーアーカイブがあって人多いっていう認識なんだけど、うん、メイン脇から右に来た場合死人ありそうだから、メイン脇だったらエレキ降りてそう。うん、だからエレキ降りてって、左行ってるか右行ってるか分かんない、宿舎脇でしおねさんが切ってるとかじゃないかな。うんうん、まあ分かる。あんまり貨物脇でずっと貨物滞在してるっていうのは考えてない。一応僕はメインでゴミ捨てと現像をやってるので、そのタイミングが抜けれる時間はあるとだけは言っておきますよ、僕は。アーカイブ脇の人たちってどういう動きしたんでしたっけ？私が一番後ろで、アーカイブで生まれた人がみんないなくなった後に、タスクダウンロードして、そのままダウンロードが終わってから、シャワーに降りてシャワーのタオル集めをして終わり。絶対できない人聞きたいな。タクヤさん、タクヤさん、ピョン吉さんとルーさんが僕視点でできない、うんうんうん、同じく僕もルーさんは絶対できない。ネイロちゃん、ネイロちゃんも切れる位置限られる。席とかでしか多分切れない。ただそれはメイン脇の時のみ。そう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 、はい、そうだね。それだけ。ビッチャさんももう無理だと思ってるけど、僕は。あ、そう。うん、だいぶ無理だと思う。うん。メイン脇のケースを消してる気がするけどな。あ、まあ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 、じゃあできないんだったらそこは信用するしかないかな。おい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 、エレキの構造変わってると思ったら結局ダメじゃねえかこれ。ネイロさんね、俺切ればいいんだよな。青さんのなんかタスクの経路がおかしい気がするから、青さんちょっと怪しいけど、純粋に。はい、つありがとうございます。はい。あ、僕が無理って言ったのは、僕エンジンで湧いてビビッチョさんよりも先にエレキに降りてて、まっすぐエレキに降りてるんですね。で、最後カッチタスクとぐるぐるタスクしてエレキでレバガチャやってるんですけど、そこでのんちゃん見てないから、メインから最速で降りたとしてもどこかのタイミングでエレキ内でのんちゃん見るんじゃないかなと思ってるから、ビビッチョさん切る位置ないと思ってる。あ、その場合はルーさんが死人出さないと無理。ルーさんもエレキにいるから。はいはい。ただ結局ビビッチョさんの切る位置がないって僕は思ってる。どっかでラインができてるか、単体位置だったら普通にしおねさんとかになってくるんじゃない、うん、ああそうだと思 う。メインで湧いて速攻席とかそっち側かなとは私ちょっと思って聞いてました。その場合でも僕目線でタクヤさんは切れないですね。ネイロちゃんくらいかな、うん、そうね、うん、さっき若干白出しましたけど、その位置だったらネイロさん切れる位置になっちゃう。ただそれ逆にそれしかないですね、うん、まああの時ってサボがなかったから結構キルクル溜まって割とすぐ切った感覚があるからピョン吉ルーを弾いてる、その感覚で。ヒアル君って誰かから後ろ出てましたっけ？ないですよ。一言としてどこいるんですか？アーカイブですよね。僕と、だから死のよすずどこ行ったのって聞いたんですけど、ヒアル君どこに行ったの？アーカイブラウンジのトイレに引きこもってますよ。
トイレのお腹壊しちゃったね。アーカイブの中で一番できない人って誰に？リンさん。よそず。自分で言った。でも私貨物で生まれてたらじゃないですか。あ、まあまあ、ていうか、よすずさんってどこ行ったの結局。アーカイブ湧き、ゴミ箱抜く、配線、シャワーヘッド、エレキに降りて、タイミングゲーのところにルーさんがいるのをギリギリ視認してボタン。篠さん目線で俺ら3人はもう無理だね、絶対。うん、追加で無理。タイミングゲーってあのボンボンボンのやつの。あ、そうですね。確かに。サウス店でそれは合ってる。え、確かにいました。あ、いたんだ。はい。あとビビッチョさんか違う誰だっけなんだヒョンキスさんか、うんうん、ね、あのペンキーで言うと41あたりですれ違ったと思います。え、すれ違ってない。いや、絶対誰かとはすれ違って、すれ違った後にその8番のタイミングゲーのところにルーさんがいるの見てると。へえ、うん、まあいいや、まあ、間違ったって言ってなさそうではあるから、うん、よそさん白いと思います。それはないと思うな。なんかあのプレイング的に俺若干シェリフ追ってるんだけど、俺だけ？明らかになんか目立つ行為をしてるから、なんかステファインダーであんなことしてたらもう自分の価値捨ててる人だからな、あれ。しうねさんあるなぁ。しうねさんかなぁ、一番追いやすいのは。一番追いやすいのはしうねさんだなぁ。はい、ナイス。ナイスボーイ。ナイスです。わかんねえな。わかんないな。次のキル待ちになるかな。ヒアル君ってそんな長いことトイレにいたの？悪いんですかそれが。ちっさいなって思って。お腹壊してたん。壊してたんですか？ちっさいな、悪口じゃない。いや、一生すっぽん抜けなくてずっとそこにいました。いや、だってなんか、まあこれ真面目な話だけど、そのアーカイブに次のターン開いた時に下の扉しか開いてなかったから、リンさんが多分下開けてるかなんかですよね。あ、そうです。下開けてシャワー。そう。で、ヒアル君はそれよりも前に右抜けてることになるのに、めっちゃ長いなって思って、トイレが。確かにそう。そう、トイレが長すぎるな。引きこもってたって言ったじゃないですか。そんなに深掘りすることですか。ネイロちゃんはどこにいるんだっけ、これ。ネイロちゃんは拓也さんと展望ですれ違ったと、武器庫の下までしか行けてない。うん。うん、そう、僕、位置的に、メインホール分けだったとき、ネイロさん確かに切れる位置ではあるんだけど、自分の心象的に、なんだ、展望デッキにいる自分を切った方がいいかなと思ってたんで、僕は若干白目に見てる、ネイロさんは。ちょっとわかんない、それは。いやいや、まあ、感覚の問題だからね、感覚の問題だから、まあ、完全に主観。秋屋さん視点だね。うん、完全に主観、これは。うん、まあ、わかる。いや、でもこのボタン白いなと思った日ある。それは思いました、ね。あ、そうそうだし。上側にタスクないんで押しただけなんで、別に議論する気があるボタンではないです、これ。セヌさんボタンです。セヌさんステンの方がいいんじゃないですか。セヌさんステンって。いや、わかんない。結局どこで湧いてんのかわかんないから。そうなんですよね。そう。あ、まあ基本的には多分多いんじゃない？これ。メイン湧きの可能性と貨物湧きの可能性があるから。あ、そうそうそう。それでアーカイブの人たちの動きもよくわかんないし、まあ、よすずしのさんが自分では言ってるけど、エレキで最後見られてるんだったら、まあ無理そうなのかなっていう感じ。アーカイブ組の人、ね、まあ、貨物脇だったはやっぱり貨物に居すぎっていうのはあるけど、まあその金庫タスクが苦戦したとかだったらあるし、でもその場合って切れるのってヒアル君だけだと思ってるから、ヒアル君がこのボタン白いっていうのであれば僕は貨物脇じゃないと思ってるから、そこ含めてメイン脇かどうかわかんない。メインの右で最初タスクしてるノンさんがいるとかだったら、多分そこを通ってる人物はエンジン脇の人はいないからわからない、うん、そうなんだよね。ただその場合最終通ってるのがよすずさんだから、切れる人はよすずさん。うん、あ、そうか、そこ通ってるのか。よすずさん知られると思うな。いや、よすずさんはキープできないと思う。でもその場合ってその場合ってルーさんが見てないとおかしいってこと。あ、そう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 なんだな。それは、いや、言ってる通りだと思うな。分からん、どっちやねんこれ。お前どっちやねんお前。俺セリフだったら切っとるで君。なんか動き不審ではあるんだよね、なんか若干気になる動きはしてる。
若干気になる動きはしてるよね。タスク10か。あ、切られない。イエーイ。お前白や。お前白やな。出る。サンスター上がってる。あ、マジ。あ、じゃあ鈴氏の白です。隠しろ隠しろ隠しろ。貨物で見てる。ルーさん、栄養さん、シュミさん、死んじゃう。初手切るで、僕が、僕がバイタルを3秒ぐらい前に見たときに、もう3人ともすでに死んでたから、今議論始まったタイミングで死んでるって出しました。これ、初手切るどうなったのこれ。ああ、そうだ、ほんとだ。シュミさんもネイロちゃんも死んでるでしょ、これ。ほんとだ。で、今回、本当に、ヨスさんは切れないって言っとくね。ほんずっとストーカーしてたんで、今。何遍も巻こうとしたのにずっと追ってくる。死人ありますか？見てない。貨物とは、ラウンジのトイレなんか全部見たけど、なかったです。メインどうでしたっけ？結構湧いてた。メインが、シューネさんいたような気がする。シューネさんいたっけ？シューネさんいる。リンさんいた。左側見てた。はいはいはい。で、エレキ降りたのが、僕降りてるエレキ。で、リンさんもいた。タクヤさんと私がメインで、ネイロちゃんもいた。ネイロちゃんもいた、これ。エレックからバイタル入ってくときに確かヒアル君が左の方向に抜けてくのとすれ違って、その後ヨスズタクヤで、貨物にいました。手で直しています。誰ができないこれ。あ、ヨスズシノは全体できない。でタクヤにも白出してもらえるはず、お互いとかも。貨物単分けなんですけど、電気でもろもろ助け合ってるんですけど、リンビピッチョから僕切る場所あるかって聞きたいです。まあむずそうな印象はある。僕は僕がカメラを見た時に、よすずさんと拓也さんが貨物いるのを僕は見てる。でそれを見たから貨物に直行してる時にリンさん、ヒアル君の順番でセキュリティ流れていくのとすれ違って、最終貨物の右、拓也さんと最後すれ違って終わり。これまずやばい。ネイロちゃんは右だと思う。いや右ないよ、絶対にない。あ、ない、マジ、貨物ラウンジ絶対にない。エレキ、石油から来るネイロちゃんとすれ違ってたんだよね、エレキ。で、僕が石油行って、キッチン行って、展望で、展望入ったくらいで停電直ったから、ボタン押しに行こうと思って、キッチン武器庫からエンジンって言ってボタン。アーカイブシャワー、メイン右エレキまではない。エレキバイタル入ったところまで僕がクリアリングしてる。初日キルって、シューネさんと誰が容疑でしたっけ？ネイロさんでしたっけ？と、まあ、あと、シューネネイロにステファインダーがいて、ステファインダーインポスター切って、やばい、これちょっと待って、ボタン押す、やばい、いや、これなんだ、やばないです、わかんねえこれ。僕ボタン押してます。ボタン押し行きます。右と左も押せます。これわかんな。10 9 8 7 6 5 4 3 2神。ないぼないぼないぼ、はい、ありがとうございます。これシューネネイロにステファインダーインポスターがいて、どっちかが片方を切って、ダブルキラーがルーさんとその残ったステファインダー側を切ってるんじゃないかなって予想をしてるんですが、じゃないと初日切る容疑がちょっと微妙な気がしてて、で行くと、まあ、当然拓也さん、よすず目線白で、正直ボタンのところに1下2下あるんじゃないかなと思って、ちょっと青さんに一応容疑を向けるんですが、いかがでしょう。僕目線はネイロちゃんしか見てない、シュネさん記憶がなかった、ルーさん見てないだから、左にルーさんとかがいたら僕は普通に切れる位置になるんじゃない。
まあ一応メインで湧いて、一番最初に左側に行ってるシュネさんを私は見てるので、うん、まあ一応シュネさん左側かなと思ってる、戻ってきてなければ。シュネさんも見てないんだよな。エンジン配線にいるのは最初見てるけど、多分その後の情報がリンさんの死人だと思います。んエンジン配線あ、一番、あ、じゃあごめん、メイン配線、ごめん、一番最初メイン配線。あ、はいはいはい。失礼する。あ、ごめん。そうなんだ。一番最初、本当に。メイン配線からエンジン側行ってるって感じか。ビビッチョさん、ピョンキさんってどういうあれでしたっけ、経路、バイタルのところまで。エリさんは侵入っすよね、2人。違う僕メインカードメインカーアーカイブで湧いて、あ、メインサワーアーカイブで、アーカイブで停電中もタスクしてる、停電終わってサワーメインエレキって下って、うん、エレキの中でリンさん見てバイタル入って、バイタルで3人死んでるのを確認して戻って3秒で終わり、セリフです。うーん、僕が前にいますね。まあそう、一応貨物の方に来ているユーチさん見てるからですか、うん、席の方から来たら、あ、セキュリティでカメラ見て、さっき言った通り篠代拓也見て貨物に行って、ヒアルリンとすれ違って高谷さんとすれ違って終わり。リンさん総合的に全キル取れないかな。うん、僕はしてもそう思います。僕はさっきの投票ヒアラ君入れちゃった、ね、その初手キルがね色白いのこれ死んでたらヒアラ君しかないかと思ったからヒアラ君入れちゃった。あの、僕に白出してほしいんですけど、リンさんとか無理なんですか、僕どこで切れますか、ね、ずっと電気室ご一緒したと思うんですけど。そうなんですよね、だから本当に、何が来てんだこれ、青さんなんかな、マジ今そ、うん、俺は青さんしかないと思う。左側で切れる人がいないんだよ。ちなみにこれやばいこと起きてるからね、みんな。あ、そうなの、これ やばいこれとりあえず一旦謝っとくわ、これごめんね、終わんのこれ、ごめんごめんね、これごめんごめんごめん、終わるんだ、マジっすか、あ、そういうこと、そういうこと、どう、そういうこと、あ、みんながシュウネさん相方に殺されて、え、どうなの、僕、連打してたんだよね、あの、ルーサーを、あの、あの、しかも通常キルでルンさんを切った後に、うん、もう1キル持ってきたいと思いながら、うん、あの、うん、もう1個のキルボタン連打してたら、うん、上からシュネさん降りてきて、うん、あ、切れるんだ、切れるんだ、切れるんだ、おえねえ、そおえねえ、ね、シュネさん切った瞬間ガチ焦った、本当にやばすぎ、それはやばいな、初手キル、あの、青さんのキル、あ、青さんなんだ、あ、そうですね、小宮の中で、ですよね、ですよね、僕さ、宿舎前で3人くらいで湧いたのに誰にも見られてない、あ、そうなんだ、宿舎前ね、多分2人湧きだね、あ、だからインポス、シュネさんが隠してた、あ、シュネさんか、あ、シュネさんか、私、ガチの声出てたのみんな聞いてなかった、あ、何でも遅れてからあっ言っちゃダメだと思って追いなさすぎる、なんならなんならライン切っとこうと思って、シュネさんと超ライン切ってたのにシュネさん自分で殺しちゃって困っちゃったもん、おもろ場面だったな、僕なんかタクヤシタクヤシの両人街かなと思ってて、ステファインダーだと、あ、僕ステファインダーだからセリフ乗ったりして、いやそうなんすよ、もう振られちゃった、あ、営業シェフ偽物だろマジで、ヒアル君めっちゃいぶかしんでたね、そうそうそう、それ聞いて、あ、ヒアルはクルーだと思ったから、そうだから、だからタクヤシのしかないかなと、ピョン吉はキルしてるの、僕何もしてない、そうだよね、何もしてない、だからあの盤面だけうやむやにしてキルして終わろう、ただセリフを取っただけかよ